おはようございます。ホヒサンボ、今回は富山県にやってきました。えい、タカさん。痛い。あ、ゴルゴタクマさん。富山県です。あ、富山県。痛かった。痛かった。ホリオ。ここね、はい、どうでしょう、富山県の。富山県の、うん、大草原じゃないですか。そう、この大草原ね、実はですね、はい、道の駅です。道の駅って何すか。道の駅。道の駅って何すか。知らんすか、道の駅って。道の駅やったら知るけど。道の駅。道の駅わかんないです。え、道の駅。道の駅やったらわかるけど。道の駅発音の問題。はい、まあ、じゃあ、看板見てください。看板を。看板、はい。あっち。はい、じゃあ手は手。この大草原に対していいじゃないですか。じゃあ、道の駅。おぉ、新湊。新湊。道の駅に来ました。新湊来ました。やりやっしゃー。ごさん、はい。ごさん、ね。道の駅。道の駅。はい。なので、はい。この、富山。はい。富山はですね、この、白エビってこと。白エビ。白エビ。有名なんですよ。はい。知ってる白エビって。白いんかな。まあ、ほぼ正解ですね。はい、その白エビを見に行こうかなって。はい。じゃあ、来ました。休憩室、展示コーナー。ここですね。白エビと触れ合いコーナーで。触れ合いたい。触れ合い、仲良くしたい。ロッカーの上もこれやね。白エビ展示中されてる。マイカー。え、これ俺の得意ですじゃん。お、もしかして、これ、これあれですか。ガソリンスタンド。ガソリンスタンドごっこ。用意した。いらっしゃいませ。はい、はい、よくもったんで。はい、よくもったんで。カードですか、現金ですか。これ、リボ払いで。リボ払いで、はい、じゃあリボ払いどーん。はい、じゃあガソリン、ブチューン。窓拭いても大丈夫ですかね。お願いします。前だけいいですよ。前だけいいですか。はい、じゃあ窓拭かせていただきます。シュッ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 。オープン。お、来ました白エビ。来た白エビ。まだ来ました。おお。見てみんな。おお。白エビちゃん。名前つけよ、名前つけよ。ホワイトスネーク。かっこいいです。卵持ってる今の。マジ？いっぱい卵が。裏側に入ってた。あ、お前持ってるわ。ほら、これもほら、見て。妊婦さんです。ほら。ほら。見た。見た。すご。え、キスする、キスする。おお、離れた。見た。実はね、はい。こっからが問題なんですけど。こっからは問題。本題。はい。お客さんからね、はい、もらったメールで、はい、白エビバーガー、白エビバーガー、この可愛い、このままもしかして加算になるんですか。どんなもん分からへんですよ、これ。はい、まあハンバーグがあって白エビなのか。いや多分、うん、パン、あのパンズにあのサラダに白エビ、サラダでパンズでオイル。イメージね。でしょ、それはあっちに入るんで。はい、はい。行きましょうか。はい、了解しました。じゃあ行きます。じゃあバーガー買いこう。どん。ターンさーん。来たよ。来ましたね。もうハンバーガーはみ出てるからね。看板から。あ、お姉さんが。こんにちは。どうもー。白いバーガーください。素敵な笑顔で、はい。お、次ください。700円もした。炭酸ありがとう。すいませんね、いつも。月給3万円ですよ。月給3万。俺5万です。なんで2万円上です。ちょっと多い。僕の方はちょっと年が上なんで。じゃあ、領収書ください。はい。確定診断。次3万円で。いや、楽しみですね。白いバーガー。白いの小さいね。あ、なるほどね。こういうパターンない。かき揚げ的な、このかき揚げ的な、
わー、でもなんかさっきの見てからやったら食べてかわいそうなんだ。だ見て目とか残ってんねんで、そのちょっと気引けるわ、俺しーちゃんがね。だからああいうの分かんねんな、俺動いてるとこ見んのかわいそうなんだ。もういただきます。なんかそっと置いときたいもん、もうあ、でもあのあ、コーヒーしーちゃんごめん、しーちゃんごめん、しーちゃんあ、ちょっといいんだ。かわいそうすぎ。でもあの、パリパリっすよね。あの、かき揚げが。とキャベツのこのサクサク感と。パンは意外と柔らかいですね、これ。この黒いのこれ全部しーちゃんの目やね。怖いですね。怖いよ。あれさ、これさん。うん。あの、美味しいね。本来白エビって、コーヒーあるんですね。なんか15年ぐらい前にここのパーキング、パーキングの道の駅さんで、うん、なんかその、なんかできんだろうね、ちーちゃんを押してはい色でいろいろこういうのと考えてても白エビの元祖といっても過言ではない、この走り、パイオニアはいが、そこのここのお店のこのパーキング、道の駅さん、新宮さん、全体的に、うん、話もだいぶ戻すで、うん、さっきさ、白エビバーガーってどんなもんやと思うっつって、うん、お前がさ、なんやろ、まあ、肉、エビみたいな感じだったやんか、まさにサラダ、エビサラダやったから、そう、しかもなんか、こうじゃなくてさしーちゃんがこう、いっぱいこぼれたもう、敷き詰められてるよ、うん、お疲れ様でした。完食。おさらどうしたの？しーちゃん食べちゃった。でももう行ってくる。じゃあ違う違う、でもこれであれや、埋めてくる。でもこれおさらん、何常に一心同体しーちゃん、だから土に埋めてくるよ、これちゃんと。しーちゃんごめんね、はい、しーちゃんもすでに中にいるから、おさらんでも後で出ていくもん、また違う違う、しーちゃんのまた別れるはい、じゃあいっすよ、じゃあそのしーちゃんとの思い出を残していきましょう。はい、いつものシール貼りましょう。待って、シーちゃん。ごちそうさまでした。ありがとうございました。良ければなんですけど、こういうステッカーを貼らせていただけたらなと思っております。大丈夫でしょうか。外でも大丈夫ですか。大丈夫です。はい。シーちゃん、ここに貼ら。確認して大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。最後シーちゃんに一言。お父さん、お父様、しーちゃん、I love you。 しーちゃんはずっとね、こうお腹の中で生きてるからねありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、はい、私も明日ワンマンなんでね。そうですね、富山でワンマンなんで、ね、はい、富山ソウルパワーで、ね、僕らの魂を失われるように、はい、頑張りたいと思います。じゃあこれを見てる時にはもう店切った後ですけどね。そうですね、来年、はい、かな。そうですね、いや、頑張るぜ。じゃあ、ですか、せーの、グッバイ。じゃあね、うん、じゃあねー。